ワンパー、はい、どうもこんにちは。ザワと申します。ノブラクシ実況、続きやっていきましょう。ということで、いやー、ついにね、たくみくんも、影武者卒業ですか。いやー、なんか、まあね、つまり、六六学院から去るということになるんですけれども、まあ一応ね、誠さんたちには言ってないというか、まあ日向さんには言ってあるんだけど、まあ誠さんたちにはちょっと言ってないということらしいんですが、はい。まあどうなっていくのか、ね。なんかパーティーとかあったみたいなんですけど、ね、そこら辺のシーンがなかったんで、まあ最後のね、そこら辺の誠さんたちの絡みがどうなるのかなっていうのは気になるんですけどね。じゃあ見ていきましょうか。終わりか。一日の終わりを告げるチャイムの音。あっという間だったな。これで、金本首里としての生活も終わりだ。お？ひなたっち。何かわからないことあった？最後の話なんだけど。おう。日向が授業の内容を思い返しながら話す。うん、それで合ってるぞ。なんだ、わかってるじゃない。そうなんだ、よかった、ありがとう。いや、もう日向さんもね、溶け込みましたよね。ま、今日の授業は理解できても今後もできるとは限りませんよね。金本くん、意地悪ですよ。そうなったら、また一緒に勉強しよう。ありがとう。まやちゃんがいなかったら、僕。もう、六六学院にいなかったかもしれませんね。ブーブー、やっぱり意地悪、意地悪です。まあ最後にこう、こういう感じで、なんか、こう、感慨深そうに言い残して、まあ行くんでしょうけど。まあどうなのね、誠さんたちはこれを察知してんのかな。そうだぞ。お、日向も頑張ってるんだ。ちょっと言い過ぎじゃないのか。すいませんすいません、もうね、まあ、まやさんたちは知らないからな。はい、すみません。長光さんに怒られた。これも最後か。最初の頃は無口で凛としててちょっと近寄りがたい人だと思ってたね。けれど本当は優しくて気遣いのできる努力家だ。これからも国広さんが面倒をかけると思いますけど、よろしくお願いしますね。そんなことない、ないですよ。面倒なんて、ちょびっとくらいはかかるかもですけど。友達のためだ。面倒だなんて思わないから、安心して。お嬢、今日はどうします？早速国広に付き合って勉強するなら、俺も付き合いますけど。てかさ、この、どうなんだろう、匠くんのさ、この雰囲気でさ、わかんないのかな、こう、あ、なんかもう別れが近いのかなみたいな。ひなた、どうする？ありがとう。でも今日は大丈夫かな。お、自信ありげだな。だったら次のテストの結果を楽しみにさせてもらおうか。こてつもない。こういうのあるよな。まあ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 、でもこうやって言うことでね、なんか、なんだろう、こうみんなの士気を上げていこうじゃないけどさ、なんかすげえ煽ってくるよね、こてつ。こうやってさ、からかうような笑みを浮かべる長曽根くん。長光さんに対してはちょっと行き過ぎなところがあるけど、話しやすくて一緒にいて楽しい人だ。うん、まあ楽しくはあるけど、なんかすげえ怖えよな。なんかもう変なとこに鋭いからな。しかもめちゃめちゃもうなんか、そのねえ、こう鋭いところ、なんかちょっとこうアンテナに刺さったらさ、めちゃめちゃ追求してくるしね。いろいろあったけど、いい友達だったな。うん。金本くん、ひなた、私たちは先に帰るから。バイバーイ、また明日。さよなら。あ、それじゃあまた。じゃあな。これと、もう最後の別れか。まあ、何も言われずに行っちゃったけどな。長光さんと長曽根くんを見送る。それじゃあ、私も帰ろっかな。僕は金本くんと一緒にいるから。友情より愛情なんだね。そんなことないよ。いや、誠さんもやっぱ最後までって感じだったな。誠さんっていうね。大丈夫だってば、分かってるから。それじゃあまたね。さようなら。バイバーイ。三条さんを見送り、無人になった教室を見回す。これで終わりだな、先輩。お、まだ金本だぞ。平気ですよ、もう誰もいないから。そっか、もう
誰もいないのか。これで終わりだな。楽しかったですね。そうだな。最初はどうなることかと思ったけど、楽しかったよ。ひなたは何も言わない。覚悟はしていた。というのも変だな。最初からそういう約束だったんだし。でも、やっぱり離れるとなると、感傷的な気分になるもんだな。あの、だったら学院を見て歩きませんか？おう。そうだな。最後に学院を見て回るのもいいかもしれない。おう、なるほど。出た、テニスコート。ここもな、なんだかんだ、まあお世話になりましたけどね。こうして見ると知らないところも結構あったんだな。ひなたと二人、あちらこちらをのんびりと見て歩く。広いですもんね。僕、まだ迷子になりそうですもん。それは、ひなたが小さいからじゃないのか？ぷー、湿気、湿気ですよ。僕、そんなにちっこくないです。そうだったな。なんだその、なんなんだこの、たくみくんの反応。なんかやりづらそうなんだけど、ひなたさん。こうずーっとそんなテンションでいかれるとな、最後まで。拗ねているひなたの姿を見て、思わず微笑が浮かぶ。どうした？寂しげな表情のひなたに尋ねる。これからは、先輩とこういうこと、できなくなっちゃうんですよね。まあ、学院デートじゃないけどね。なんかそういう、なんか学院内でさ、イチャイチャすることはできなくなっちゃいますね。そうだな。目を向ければそこにいる。今まではそうだった。けれど、これからは。電話もメールもあるだろ。それに、休みはちゃんと会いに行く。うん。寂しかったらいつでも呼んでいいぞ。また家まで乗り込むから。乗り込む。いいんですか？そんなこと言ったら、わがまま言っちゃいますよ。おう。おう、どんと来い。それじゃあ、寂しくなったら呼びますね。1日に24回くらい。半端ねえな。1時間に1回かな。1時間大きなのかよ。冗談ですよ。でも、それくらいは一緒にいたいと思ってるってことで。できるだけ努力する。はい。さて、それじゃ、そろそろ帰ろうか。あ、だったら、中庭を通っていきませんか？おお、中庭？大回りだろ？いいじゃないですか。ね。そうだな。あ、お。え、長曽根くん、こんなところで何をしてるんですか？あ？そりゃあ、お前を待ってたんだよ。おお、さすがに。やっぱりそういう感じになるか。俺を？今日で、最後なんだろ？もうね、隠す必要ないよって感じだよな。もう俺をっていう。どうしてそれを？ああ。俺は日向の方を振り返る。僕が話をしたの。したんだな、やっぱな。なんかそんな感じかなと思ったけど。まあ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 。するわな、まあそれはな。ひなた。だって、もしも反対の立場だったら、僕ならきっとすっごく悲しくて寂しいと思ったから。ま、そういうことだ。国広には感謝してるよ。まさか、何も言わないで行くつもりだったとは。思ってなかったしさ。まあでもいろいろ迷惑もかけたしな。なんかこう後ろめたさみたいなのがまあ匠くんにはあったんだろうし、うん、猿ならねこうまあまあ友達、大切な友達ではあるけどね。まあなんかこうさっといなくなった方がみたいな感じだったのかもしんないけどね、匠くん的には。でも俺は金本朱里じゃない。そうかもしれねえな。でも俺たちと一緒に過ごしたのはお前だろ。そうだな。また一緒に遊びに行こうぜ。え？別に学院が変わってもそれくらいはできるだろう。お前と金本が並んでいるところも見たいしね。
あ、でもそうか。まあ、小鉄とかな。確かに。まあ、事情知ってるメンツは、ね、そういうところをちょっと一回見てみたいところあるかもしれないな。そう言って口に、口の端をあげるか。ありがとう。んじゃ、金本。うん。え、藤島匠って呼んだ方がいいか。またな。いやー、でもなんだかんだね、小鉄も。いやー、まあ認めてくれて、っていうかね。ああ、また。長曽根くんは背中を向けると、軽く手を挙げて答えた。あっさりしてたのは、また会うから、そう言いたかったからかもしれない。なあ、ひなた。長曽根くんがいるってことは。うん、そういうことです。みんないるってことだな。先生もいんのかな。さすがにいないか。先生はさすがにいないか。先生が事情知ってて、それ見過ごしてたら、お前、それどういうことやねん、やねんってなるからな。ひなたについてきてみれば、長光さんが窓から外を眺めていた。てかさ、先生ルートどうなるんだろう。それ考えると。先生ルートすげえ気になるな。だって影武者状態で先生と付き合うって、もうそれ、もうその時点でって感じだよな。長光さん。まったく。水臭いじゃないか。やっぱり、日向に聞いたんだ。うん。昨日、教えてもらったんだ。そっか。日向が連絡してくれなかったら、気づかないまま別れていたところだったんだぞ。気づかせないようにするつもりでしたから。私たちと一緒に過ごした時間は、なくなったわけじゃないだろ。学院にいなくても、これからだって、みんなと一緒に過ごすことができる。それが友達じゃないのか。やばいな。てかマヤさんにこんなね、こんな美人な人にさ、ね、これからね、もう友達としてね、すごなんかね、まあ過ごしてほしいというか、これからも友達としてみたいなさ感じでこう言ってくれるってさ、なんだろう、男冥利に尽きるじゃないけど、なんだろうな。うん、これ何、こっち側が女性だったらさ、まあまあまあ、ああまあちょっと感動的だよなっていう、なんかまあそれぐらいで終わるけど、こっち男だからね。男友達、その男女の、あの友達の中でさ、いやー、こうやって言ってくれるっていうのはすごいなんか感慨深いね。友達、そうですね。分かってるならいいんだ。そう言って長光さんは笑った。これで最後じゃない、別れじゃない。だからさよならはやめよう。そうだな。また会おう。ありがとう。また今度。うん。長光さんを見送る。なあ、日向。にゅ、何ですか。三条さんにも声をかけてるんだろ。うん。余計なことだった。いや、感謝してる。何も言わないでっていうのは自己満足でしかなかったみたいだから。ま、そういうこと。スッと現れたね。まことちゃん、約束してたのと場所が違うよ。場所が違うよっつっても、もういても立ってもいられなくなったのかもしれないね。待ってられなくて来ちゃった。なんかめんどくさい彼女みたいな。もう来ちゃったっつって、なんか軽いな。そりゃそうっしょ、永遠の別れってわけでもないんだし。いや、誠さんもね、まあいろいろとちょっとね、いやー、ありましたけど、まあ、なんだかんだ言ってねって感じだよな。三条さん、誠でいいよ。日向たちと朱里くんじゃないのか、うん、藤島くんでいい。でいい。いいね、全国の藤島さん羨ましいぞ。藤島くんだったよ。まあ、匠、だから全国の匠くんは最高だろうな。うん。てか全国の匠くんは、もうさ、だからさ、こういうさ、やっぱさ、あれだよね。なんか、主人公と同じ名前の人はさ、やっぱさ、いいですよね。俺もね、一回だけね、俺と同じ名前の主人公が出てきたゲームが、まあ、このゆずソフトさんとか、他のゲームじゃないんだけど、他のそのメーカーさんじゃないんだけど、ありまして。いやー、やっぱね、いいよね。
いや、いいよね。しかも好きな声優さんにそれ、その自分の名前を、と同じさ、こう、主人公の名前を呼んでもらえるっていうのも。いやいや、もう自分の名前呼ばれてる感じがするからな。うん、藤島匠が本当の名前だから。じゃあ、藤島くんとは、まだまだ付き合いも続くしね。特に、結婚式とか。来てくれんの？結婚式？日向たちとは約束したんだけど。え？その話はもっとちゃんと決まってからにしようよ。決まったらちゃんと呼ぶんですね。いいじゃん、本人の許可も得ておいた方がいいし。いや、誠さんちょっとナコードみたいな感じでさ出てきてさ、ちょっと場を賑やかせてほしいわ。なんかあの重鎮が、あのおじいちゃんとかさ、お父さんとか重鎮がいる中でさ、あの金本とかもさね、あの金本の一族もちょっと呼んで、なんでお前らいるのみたいな感じでこうやってきてさ、みんなでわちゃわちゃしてるところなんかすげえ面白そう。何の話だ。二人の結婚式は会場のセッティングから全部私がやるから。そういうことか。そういうね。なるほど。もちろんファッションデザインも私。ひなた？だって誠ちゃんがどうせくっつくんでしょ、うん、だったら私がやらないで誰がやるのって。もうビジネスチャンスやもう。もうただのビジネス、うん、めっちゃ噛んだわ。ビジネスチャンスにされてるやん。そうそう、この役目は他の人には譲れないね。まあでも誠さん以外にこう頼める人も、まあなんか、ま、なんだろう、変な人に頼むというよりは、なんか誠さんに頼んだ方がっていう感じはあるかもしれないね。まったく、まだ気が早いって。僕たちのアウアウア、いいね。何これ、アウアウア。癒しかよ、癒しボイス来たな。日向は顔を真っ赤にしてる。まあ幸せそうだからこれはこれでいいか。いいんだ。からかい交じりに聞いてくる。三条さんにはいろいろと世話になったからな。ついでにこのまま甘えさせてもらうよ。任せて。今はまだ世界的なデザイナーになる前の卵だけど、その頃はきっとひよこくらいにはなってるから。いや大丈夫でしょう。もうあの3カ国語話せる時点でもう大丈夫。もう なんかすごい人になるから大体ね。ああ楽しみにしてる。まことちゃんならきっとすぐになれるよ。ありがとう2人とも。さて約束は取り付けたし、言いたいことも言ったし、私も行くよ。それじゃまたね。ああまた。いつもの帰りの挨拶のような気楽さでそう言うと、三条さんは去っていった。まだ顔がちょっと熱いかも。顔にやけてるぞ。もうグヘーって感じになってるね。だって誠ちゃんがあんなこと言うから。結婚式のことなんて、おわっという顔をする。おい、ひなた、帰ってこい。まだまだ実現するためには、やることいろいろあるだろ。そうですね。二人で頑張りましょうね、あなた。もうその気やん。あなたって。まあいいか。で、あとはどうする？もうこれで全員だろ。おにょ？違いますよ。ん？そういうこと。あ、まさか私のことを忘れているわけじゃないでしょ。いやーまさかでしたね。いや忘れてはいなかったけど、いやさすがにいいよなと思ってたけど、てかしずるさんたちは、あでもしずるさんさすがにないか。私のこともです。瀬名さん、聞き覚えのある声に振り返る。お嬢様、月山さんもどうして？国広さんの発案、千秋も来たがっていたけれど仕事もあるし学院内だからね。ああ千秋さんはな。というわけであかり様と私の二人なんですよ。家でも会えるのに。そうね。でもほら区切りというかけじめというか、うん、そういうのあるじゃない。いやあかりさんもなやっぱこういうところは律儀ですよね。少し早口に言う。お嬢様は少し照れてるのかもしれない。ありがとう。いろいろ無理をお願いしたけれど、あなたに手伝ってもらえてよかったわ。お疲れ様でした。
ありがとう、二人とも。さて、私たちは帰るわね。はい。あとは、二人で話したいこと、たくさんあるでしょ？千秋には私が話しておくから、ゆっくりしてていいわよ。ありがとう、お嬢様。立ち去る二人の背中が見えなくなってから、俺は日向に尋ねた。これで、本当に終わりだな。人に会うのは、ですね。他にあるのか？行きたいところがあるんですけど、いいですか？おう、行きたいとこ？もちろん構わないけど。それじゃあ、ちょっと先に行っててもらえますか？僕も用意したらすぐに行きますから。なんだ？用意？何かあるのか？はい、先輩に一つお願いしたいことがあるんです。ほう、お願い？後で言います。だから。わかった、それじゃあ先に行ってるな。なんだろうね、お願い。おーお、日向に言われ、俺はカフェで待っていた。お願いか、一体なんだろう。考えればいくつかの想像はできる。先輩、お待たせしました。懐かしの日向さんのこのドレス姿出た。ちょっとぎこちないダンスね、最初にやってましたけど、いやいやいや、まさかこの状態でね、ここに来てそういうことをやってくるとはね、ちょっと思いませんでした。遅かった。振り返った俺は思わず言葉を飲み込んだ。日向はダンスパーティーの時と同じようにドレスを着ていた。どうですか？その場でぐるっと回ってみせる。日向の動きに合わせドレスの裾がふわりと柔らかく舞う。うん、よく似合ってるぞ。それだけですか？すごく可愛い。ありがとうございます。でも他にも言ってほしいことがあるんです。お、なんか日向さんなんか現金だよね。ちょっとなんかこう言葉を重ねられるとこうグワってなっちゃうというか。他のこと？綺麗というのは違うような気がする。なんだろう。なんだろうな。じっと俺を見つめていた日向がそっと手を差し出す。まあそういうことか。俺は日向の前まで行くと丁寧に一礼をしてその手を取る。よろしければ僕と踊っていただけませんか？はい、喜んで。差し出された小さな手を取ると俺は日向を優しく抱き寄せた。おおなるほどね。そっか、こういうね締め方になるんですね。音楽はないけど大丈夫か？平気です。それでは失礼して。ゆっくりと一歩目を踏み出す。音楽もなく、パーティーの時のようなきらびやかさはない。ただお互いの存在だけを感じて俺たちはゆっくりと踊る。驚いた。すごく上手くなってるな。こっそり練習してたんですよ、先輩と。もう一度踊る時にちゃんとできるようにって。あの時何度も先輩の足を踏んじゃいましたよね。そうだな、実は結構痛かった。出た。そう、序盤な。やっぱりそうだったんだ、先輩優しすぎですよ。優しいわけじゃない。あの時もちょっとだけ下心があったからな。下心？おう、日向ともっと長く踊りたいってそう思ってた。そうなんですか。僕もちょっとだけそうかも。でもこうやって改めて見てみるとやっぱ身長差あるよね。日向さんこう頑張ってこう頑張って手伸ばしてみたいなさ感じだよね。なんかでもこうやって見てみるとなんか先輩後輩って感じだな。先輩の男子と後輩の女の子みたいな。ダンスは好きじゃなかったけど先輩と踊るのは楽しかったから。そっか。それと力強い腕とか大きな手とか、先輩って男の人なんだって感じてちょっと
ドキドキしてました。ほんのりと頬を染め、いたずらっぽく笑う。そっか、考えればあの時から少しずつ日向に惹かれていたのかもしれない。お互いに体を寄せ、ゆっくりと踊る。もう一緒に学院で過ごせないんですね。そうだな。僕も先輩と同い年ならよかった。そうしたら、その先の言葉を飲み込む。本当はさ、俺もこのままずっと一緒にいたいと思ってる。でもな、それじゃあダメなんだ。ダメなんかじゃないです。僕これからもずっと先輩と一緒がいいです。そうだな、俺もそのつもりだ。だから先に行ってるよ。え？前のとこに戻って卒業して、日向のじいさんの下でビシビシ鍛えてもらうよ。ん？じいさん？ちょっと待って待って、じいさんっつって、親父さんね、すいませんじいさんじゃなかった、親父さん、ね、通信教育で勉強もして、それから。そんなに忙しいと僕と一緒にいる時間が少なくなっちゃいますね。もうちょい広い部屋を借りるつもりだ。え？お？え？お？学生の間は無理でも仕事して、日向の卒業を待って、そしたら、その。あこれはパーですな。日向が期待に満ちた目で俺を見る。お、来るか？さ、例の単語が。痛い！え、なんだよ！痛い！痛いですよ！なんでですか？せっかくすっごくいい感じだったのに！すげえ、俺もなんかさ、って感じなんちゃった。びっくりしちゃった。マジでびっくりしたわ。え？うん。ま、ね。その、みたいな。告白の時みたいな。もう告白の時みたいな感じだな。お前、もう KY かと。お前がそんなキラキラした目で俺を見るからだ。家にいるよりも大変なんだぞ。苦労させるかもしれない。いや、苦労をかけるだろうし。それなのにそんな風な目で。日向はさっきと同じようにキラキラした目で俺を見ている。進学するんだろ？はい、そのつもりですけど。だったら、もう何年か待って。待てません。楽しそうに嬉しそうに、日向が俺の言葉を否定する。大丈夫、大丈夫ですよ。そう言ってもな。新入社員さんって、あまりお給料出ないですよね。まあ、そうだろうな。だったら、なおさらじゃないですか。僕くらい節約上手な女の子、そうはいませんよ。そうですね。確かにね。そうだな。お料理も、掃除も、洗濯もバッチリです。そうだな。だから、僕のことを迎えに、おじいちゃんに会いに来てくれた時みたいに、また来てくれますか？日向が望むなら、いつだって、どこからでも駆けつけるよ。うん。ま、あんな寿命の縮むような思いは、あと一回で済ませたいところだけどな。あと一回？お？親父さんのところに、挨拶に行かないとな。それって、そういうこと、ですか？ああ、そうだ。だから、日向のじい様にも、親父さんにも認めてもらえるように頑張るよ。先輩は、もうちょっと素直に、僕のこと好きだってこと言ってもいいと思うんですよね。あの、親父さんたちにですか？なるほど。好きだよ、日向。何なの？何なの？もう、日向さん。フルー効果抜群。もう何十回も言ってるのにまだ慣れないか？当たり前です。大好きな人に大好きだって言われるのは女の子にとってすっごく嬉しいことなんですよ。あ、慣れちゃうなんてもったいないです。だからこれからもずっとずっと僕はきっと変わりません。そうか。自然と足は止まっていた。なあ、日向。はい。違うよ。俺は、日向が望む限り、ずっとそばにいる。今はまだ、約束しかできないけど、結婚しよう。はい。これからも色々あるだろう。けれど、二人ならきっと乗り越えてゆける。
日向、愛してる。僕も誰よりも先輩を愛しています。おおおお、なるほど。はい、ということでエンディングが入ったので終わったところまで飛んでいこうかなと思います。はい、ということでエンディングが終わったところからやっていくんですけれども、はい、エピローグかな。どうしようかな。じゃあエピローグはまた別の動画にしたいなと思います。はい、やっていくって言ってやっていくって言ったんだけどね。はい、まあ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 、エンディング終わったところなんですけど、やっぱエンディングがね、ほんとね、いいよね。やっぱあの入りね。あの、こう、キスから入っていく感じね。いやいやいや、良かったんですけれども。はい。まあ、なんかあれだね。まあ、さすがにしずるさんはね、まあ、この話にはちょっと関わってないから、まあ、出てこなかったけど、なんだろう。結局ね、あかりさんの、まあ、メンツと、あとは友達のね、界隈と、まあ、あとあの、ホタル先生もね、もちろん入ってこなかったけど、まあ、とりあえず、なんかすげえ一番、そこら辺のメンバーと平和に平和にっていうか、ね、あの、ストーリー上で、まあ、その、なんていうのかな、まあ、なんかエンディングの、こうさ、なんかエピローグの感じでさ、こう、なんていうのかな、あ、平和になったんだろうなっていう終わり方じゃなくて、もうストーリーの中で、平和に行ったっていうのはなんか、ね、この日向さんルートが一番感じるよね。なんか今までのルートはね、こう案外ね、そこら辺の、そのなんていうのかな、まあ自分たちの本性を明かして、まあみんなとね、こう、その上でも仲良くね、慣れてるのかなみたいなのをぼやかしてね、まああの、まあぼやかしてっていうか、まあそう、俺たちに想像をね、こう、させる形で、あ、どういう感じになるんだろうなっていう形で終わっていくみたいな感じが多かったんですけど、まあ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 、このエピローグ前まででね、もうなんかエンディングのなんか終わった後のさ、こう感想みたいになってるけど、うん、まあその通りなんだけどなんか終わった後の感想みたいになってるけどね。うん、いやー、まあまあこれでね、まだ全て終わりなわけではないんですが、まあまだエピローグがあるんでね、はい、まあどういう感じで、まあ描かれるのか、うん、どうなんだろうね。これ、もう、結婚した後みたいな感じになるのかな。はい。ちょっとそこもね、楽しみだなという感じですが。まあ次回ね、日向さんルートの最後、ぜひぜひ見ていただければなと思います。なんか、なんだかんだ言って一番平和だったよね。本当にね。はい。ということで、じゃあ次回、その日向さんルートの最終回もお楽しみに。それでは以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。